秋田オーパは、秋田市泉州久保田町に所在する、イオンモール株式会社が運営する、ファッションビルである。地元企業である仲良しが、テナントビルである、仲良しターミナルビルを建設。竣工したビルに1974年5月、ジャスコの秋田県進出における、第1号店として、ジャスコ秋田店が、各テナントとして開業した。秋田店は開店後数年間は、 県下一番店として繁栄を極めた。だが、その後、秋田市に大手流通企業が続々と進出したため、ジャスコ秋田店の業績は低迷していった。このため、ジャスコは秋田店を建て直そうと、専門店への業態転換を図り、1985年11月にパレドゥーとして真相開店した。パレドゥとはフランス語で二つの城を意味し、 従来からの地元密着の商品を活かしながら、新たに外部情報を積極的に取り入れた店づくりを試みた。1987年2月にパレドゥの運営は、当時のジャスコ青森や北事業部から、組織改正で発足したジャスコフォーラス事業部に移管した。しかし、GMS から新業態へのテストケースとして、注目されたパレドゥであったが、 初期投資の重さから黒字転換を成し得なかったため、再び業態転換を図ることになった。この方針によって、1987年12月に20歳代の若者をターゲットにした専門店業態、秋田フォーラスとして、新装回転した。ビルオーナーだった仲良しの食料品売り場が、ジャスコ時代からフォーラス移行後に至るまで継続して、地下で営業していた。 しかし、後年、ファッションビル化をさらに進めるため撤退し、タワーレコードなどが変わって出展した。2007年6月に、仲良しが、仲良しターミナルビルをアスコットに売却した。このため名称も、秋田フォーラスビルに改められるが、後にアスコットはビルを売却。現在は、すぐる、不動産が建物を所有している。 地区43年が経過し、老朽化した建物で営業していた、秋田フォーラスは、要緊急安全確認大規模建築物に該当し、2017年12月末を、期限とする、耐震診断結果の公表義務を負っていた。また、耐震補強以外にも、漏水や微観さらには、テナント構成の沈黙化による空襲の問題のほか、秋田駅前地区の衰退などもあり、 建物所要者のすぐる不動産と借主のオーパは撤退か再生かを迫られた。そうした状況を受け、両社は当初建て替えを検討したが、それでは既存不適格によって維持されていた約230%の容積が削減され、秋田の市場ではテナント賃料で事業費の回収が困難であると試算された。この試算結果を踏まえ、両社は 耐震補強を含む再生、リファイニング工事の選択によって建物を再生することを決断した。2017年2月26日、秋田フォーラスは閉店し、リファイニング工事に入り、内外装や設備を一新。10月28日に秋田オーパーとしてリニューアルオープンした。 秋田オーパは1階から4階までを吹き抜けにして、エントランスを中心に、秋田杉を多用したほか、1階に、イベントに使用可能な、町の交流場も設けた。テナントは、約60点が入る。開業当時の運営会社は、ジャスコであり、2008年8月21日より、イオンリテールフォーラス事業部、2011年3月1日からは、同社内に新設された。 ビブレフォーラス事業本部の参加に置かれた。2016年3月1日からは、ビブレフォーラス事業本部が、イオンリテールからオーパに移管され、秋田フォーラスの閉店までオーパが運営していた。2021年3月1日、オーパから、イオンモールに運営が移管された。シネマパレは、秋田フォーラス8階に所在した映画館。 ジャスコ秋田店からパレドゥーに転換後の1985年11月30日にオープン。当初は、小竹系の方が、洋画の風切り館として出発し、ほどなくして、東方の方が作品のロード召喚へとシフト。イオンモール、秋田内に東方シネマズ秋田がオープンして、以降は、ミニシアター系へと移行し、営業を続けた。 2010年代に入り映画撮影や上映方式が徐々にデジタル化していき、道県内の映画館も相次いでデジタル上映へと移行するが、ライバル館のシアタープレイタウンがそれに勝てず2012年12月24日に閉館。しかしシネマパレはデジタル上映機材を導入せず、引き続き 35mm 上車機での上映に特化して営業。 2014年3月以降は、月曜日から木曜日の営業を取りやめ、週末名画座シネマパレとして金、土日曜日のみ、名作映画をフィルム上映するスタイルとなった。2016年11月4日、秋田フォーラスの閉店に伴い2017年2月26日に、シネマパレを閉館することを発表。使用した映写機の老朽化や、 フィルム上映できる作品が少なくなったこと、他館との競合の末に、客足が減ったことが、主な理由とされている。ただし、オーパーへの転換後も映画館は設けず、事実上の閉館となる。当初の名称は、いよな秋田東宝シネタウン。ありがとうございます。